皆様こんばんにちは。それじゃあ早速始めていこうか。適正は54か。かろうじてゆかりがクラス10に届いてないわね。最低値で言ったら51だから、届いちゃってるけどね。結構入り組んでて本当に迷いそうね。大まか9区画に分けられてて。互いを繋いでるって感じね。代償があるせいで数がまばらだし、単純に十字なわけじゃないから面倒よ。忍者と副長みたいなやつと奥が出てきたわね。この黄色いやつはオーガだったみたいね。上流しか。あとガルーダって、なんかポケモンみたいな名前ね。ガルーダはカントリよ。え。じゃあ、ポケモンじゃない方の鳳凰とかと同格なの？まあ、統一視されることもあるくらいだし。黒いムカデが出てきた。ゲームなんだからそれくらい出てくるでしょうよ。そうなんだけど、私は蝶とかホタルの生態じゃないと触れない人種だから、ムカデとか見るだけで寒気が、男なのにだらしないわね。返す言葉もないよ。今度はクラゲとかが出てきたわね。スライムのクラゲみたいね。目をつぶってたらコマンドが見えないじゃない？大丈夫、心眼でムカデ以外を見るから。ふん、加速の悪魔は抹殺できたわね。どんだけ必死なのよ。ここで終わりみたいね。まだ下の方に行ってなかったから、そっちを探索してこなきゃね。ちょっと長くなったんでカット。キングクリムゾン！キクリンの神図まで来たわね。そういえば、コウマカン攻略の時に、向こうの家までの行き方は丁寧に聞けって言われてなかったって。そうだね。でも、一度行き当たりばったりで突破してみたくなったのよ。それは行き当たりばったりじゃなくて、無謀っていうのよ。しかも、見たい話フラグを立ててからじゃないとたどり着かないかもしれないじゃない？偶然とはいえ、エンカウント率高いわね。you
地区画だけで3回もエンカウントしたわね。あやだ、雑魚を持ち前の新作で煽ってるんじゃない？そんなわけ絶対ないんだけど、そう思えそうなエンカウントよね。さっきのところと真ん中に置いてあるものが違うわね。さっきのところは、バキカキだったわね。もしかしたら、真ん中に置いてあるもので一方向が違うのかもね。今のところ何がどっちかの情報もないから、どうにもならないけどね。今、何か変な音がしなかった？大方行き先が間違ってるってことでしょ。さっき、上に進んだ時に何の音も鳴らなかったのに、ずっと右に行ってる今の音が鳴らないわね。じゃあ、行き先を示してるっていう前提が間違ってるのかもね。一向に何の変化もないし、別の方向に行ってみたら？そうだね、次はずっと上に行ってみるよ。なんか見たことがないところに出たわね。なんだこれ、ウサギかな？また間違っちゃったみたいね。まあいいや、おとなしく丁寧に聞きに行こうか。そういえばさっき見たわね。何気に惜しいところまでは噛んでいけてたのね。じゃあ、池までカット。あとはここから右にずっと進むだけね。やっと着いたわね。
モコウも参戦とは。予想外ね。実質、仲間にエクストラボスが見たいということになるわね。しかも、モコウって言ったら、蘇生スペルとか絶対使えるわよね。そうね、蘇生要員にはもってこいだわ。さすがユカリン、2次元と3次元の境界を曖昧にしてくれよるわ。あ、私の予想は最終的に合ってたのね。私の場合、何か頃で覚えなきゃ忘れそうね。岩北のご中佐難民は僕当時行って火災に行くで覚えたら？地味に長いけど、妙にしっくりきそうで腹立つわね。おそらく、この数が一定値を超えたらスペカ習得なんだろうね。でしょうね。まあまあ達成しやすそうな条件だけど。できるだけ早く装備を買いに行かなきゃね。確かにこのままじゃほとんど使い物になりそうにないもんね。スペカ装備させてなかったわね。この極戦が終わったらちゃんと装備させなきゃね。私はどれを習得させようかな。言葉とセリフが全然一致してないじゃない。え？ああ、これは全部見てから決めようと思っただけだよ。あ、そうだったの。ん？この中なら、雑魚戦が続くだろうし火の鳥かな。属性的にも適正だろうしね。そうね。というか、モコウの攻撃スペルって今のところ全部物理依存なのね。ということは、精神力を高めなくてもまだスペルの火力的には困らないのね。そうなるね。まあ、攻撃力も初期装備で低いから、戦力的には精神だけどね。この後も淡々と迷路を進んでいくだけなのでカット。キングクリムゾン！ボス戦前まで来たわね。まだ出てないキャラから察するに、今回のボスはうどんげよね。このボス戦後が即永遠帝なら、帝も出てくるでしょうね。どっちも能力的に厄介なのよね。ある意味人間3人を入れて挑めば、帝は脅威じゃなくなるかもだけどね。どうなんだろう。純粋に能力に則ってるならそれでいけば帝の能力を逆手に取れるけど、火力を考えたらこの4人になるわよね。あ、本当に帝も出てきたわね。今更だけど、自陣は大
誰も空を飛んで移動って考えないのね。そこは RPG の仕様でしょうよ。Thank you.
キャラのセリフとかだけでよく捨てるねーわかるわね。え、ルナティックレッドアイズはセリフがそのまんまだし、スペル名を知ってたらわかるでしょ。今は攻撃力と防御力が0になってるから物理以前の攻撃は効かないみたいね。じゃあ、綾の攻撃がまるまる効かないじゃない。そうね。かろうじてスタンのスペルだけは精神力依存だから使えるけどね。あと、防御力も0にされてるからバンバン HP が削られちゃうわ。必死に回復しなくて意図は何だったのか。なんで紅白は顔芸要因になってしまうん。知らんがな。エイリンが犯人なら、動機は姫の暇つぶしか、月勢力の対抗策かでしょうね。それにしても、かぐやの難題か。あの四宝具を探し出せとかありそうね。むしろ、その四個をモチーフにした中ボスと戦いそうね。それはそれで面倒そうね。今回は少し短いですが、ここらで終わろうと思います。次回は永遠帝2トップの難題攻略をしていくつもりです。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。